F のフラッグシップモデルであるレクサスルファレクサス F の階級を示すピラミッドレクサス RCFCT200HF スポーツレクサス F とはレクサスの高性能者部門である。F は富士スピードウェイの頭文字に由来する。F はルファ、F、F スポーツの3つの階層に分けられており、それぞれに別のロゴが用意されている。ルファは究極の走りを体現した F の頂点。 F は数々の専門設計で走る喜びを際立たせたプレミアムスポーツ、F スポーツは専用チューニングなど F のエッセンスを継承とそれぞれ説明されている。F はエンジン乾燥のためにオーバーハングの長さが変更されるなど事実上の専用設計がされている。一方、F スポーツはエンジンを乾燥しないままサスペンションやトランスミッションを変更したり、 LSD を装着するなどチューニングの規模で独自の味付けがなされている。2006年に F モデルの最初の車両であるイズ f が2006年に発表され、2007年に生産が開始された。また2007年はレクサス初のスーパーカー、ルファと F スポーツのコンセプトの発表も行われた。ルファは2009年、F スポーツは2010年に生産が始まった。なお、 RCF のように、ベース車と F の間にハイフンを入れる表記は誤りで、ある。またルファは、プロトタイプでは LFA と公式に表記されていたが、市販段階でルファにされている。ありがとうございます。